そうですけど、このそうですね、スカーズの、まあ、戦略特徴を考えるとハマりそうな感じもしますけどね。さあ、それではドラフト再開しているんで見ていきましょうか。ラスカルデスターの番からですね。時間をかけてますね。お、J2、またカミールとレンガーがオープンですよ。これスカーズからするとどっちも取れるの分かってるんで、やはりレンガーですね。さあ、レンガーバン、カミールをバンするしかないと思いますが、取りますよね、オープンであれば。しかも1試合で、まあ、1つ実戦を経てますから。そうですね。、はい、カミールバン。さあ、ファーストピックライズがオープンですね。ただレクサイも空いてますね。ただやはりライズ優先しますか。これはもうサーチ用というべきですか。どのようですね。おっと、ちょっとどうやらトラブルのようですね。はい、またお待ちいただければなと思いますが、3戦目勝った方がマッチを取るわけですが、ちょっとまあもやもやする選手からすると、まあまあまあすぐさま試合に入れないというところで、ここで集中力を落とした方が負けるということになりそうですね。まあこれも試されているのかもしれませんよ、LJL のその初戦という開幕という、まあ開幕戦は昨日でしたけれども、本日がまあ1戦目のチームですからね。このところでちょっとラスカルジェスターが2つ目の番のところ J2 にしたの面白かったですね。カミール開けるのかなみたいな、ちょっと仕掛けましたよね。ここでスカーズ側がカミールをバンすれば儲け者と思ったようなバンの仕方だったと思いますね。ああ、じゃあレンガバンしないよでスタートしようと、そしてレンガ取らせてライズを取ると、あもしくはライズを取ったのであればレンガを取るよというような仕掛け方だったと思います。そこにスカーズは乗らなかったので致し方なくカミールバンというところの読みは面白かったですね。このバンからもうすでに駆け引きが激しいというか行われているとそのようですね、いう形になってますけれどもね。まあこれただあのレブルさんももともとね、あのヘッドコーチというか、まあドラフトを支持するような立場にもいた経験はあると思いますけれども、この天板頭抱えるんじゃないですか。いや、かなり難しいですね。複雑さが増してますから。あの時も、まあ、大筋はポンと選手に渡して、選手の中で得意なプレイヤーがいたので、ドラフトがその方に任せていたんですが、大筋を作ってはいたんですよね。ただこれ大筋を組み立てるのもちょっと難しい。もう2番目で仕掛けなくてはいけないですから、その後の修正というのも入ってますからね。そうですね。さあ、そしてドラフト進んでますね。ライズを取って開始のラスカルジェスタがカルマとエリス、スカーズはカジックスとスレッシュを返し、そしてカシオペア、そしてバンフェーズでジンとマオカイと。ラスカルジェスタはどうでしょう。カルマもちろん先ほども使ってます、カルマとカシオペアのコンビ使っていましたが、それによって集団戦いなせるポテンシャルを持ったチャンピオン、そしてエンゲージのツールジンを消しましたよね。中盤の集団戦ラスカルジェスタとしてはやはりちょっと嫌ってるような印象もある番になってますね。なるほど。そしてバルス、ただ足オープンですよ。そこが気にかかるところですが、あとスカーズ取るということですか、ラスカルジェスタ。おお、取り上げファーストピック、セカンドフェーズのピックの最初はラスカルジェスタサイドですからね。一方のスカーズはカジックス、ライズ、スレッシュ、カジックスのこの少数戦は非常に強力ですが、おお、足オープンでケイト、そしてアッシュ取り上げますよね。こうなりますよね。相手のエンゲージのツールを取り上げる、そして自分たちの主導権をまあ渡さないようなピックになりますね。ここのドラフト面白いですね。どういう点で。やはりこう中盤の集団戦をどうコントロールするかというラスカルジェスターの狙いがありありと伺えるようなドラピックとバーンになってますから、ここでスカーズとしてはやはり中盤仕掛けていくためのエンゲージのツールが欲しい。 AD キャリアはもう持てないですから、トップレーンの
アルフォード選手が持ちたいですが、ちょっと魔法界をバーンしてしまったのが響きますか。響きそうな感じもしますね。あ、おっと相手がポッピー来ると踏んでの新次郎ですか。ああ、なるほど。今ポッピーに強いんですよね新次郎は。ポッピーに対してカウンターに新次郎なるんですよね。でラスカジェスターとしてもディスエンゲージ、そして集団戦の当たるか当たらないかのコントロールをしたいので、ポッピーはもともと取る予定だったと思います。そこを読んで新次郎を先出しとということですね。さあ読み合いが行われてドラフトが終わりましたけれども、新次郎が LJL で見れますか。ビルドが面白いんですよね。まあ言うて新次郎そのいろいろ出てますよ競技シーン。そうですね、LCK から、ピックは開始されましたが、ポッピーに対してカウンターを当てて、カウンターとして新次郎を当てていく。何がカウンターになるのかというと、新次郎の方がプッシュが早いんですよね。ポッピーはウェーブクリアが遅く、さらにサスティンもないのでミニオンのシャアを受けてしまう、もしくはタワーに対してダメージが入ってしまうというところで、新次郎がじわりじわりとトップレーンの主導権を取っていくという形になりますね。そしてあの新次郎といえばですね、ダークシールが今流行ってますよね。まあいっぱい積むんですけれども、まあその理由を話す前に何個積むと思います？3つですね。もう僕はもうダークシール3つが新次郎のパワースパイクだと思ってますから。あ、ほんじゃあ僕4つで。あれちょっと、まあだってアルフォードですもん。そうですね、確かに可能性はありますね。なんでそれで納得するんですか。もうちょっと聞いてもいいんじゃないですか。いや、ただそうですね、そのダークシールのそのパッシブの効果というのは非常に、まあ、強力なんですよね。ポーションの効果を、まあ、増強すると、それがユニークではないというのが、まあ、新次郎が復活してきたミソでもありますよね。さあどうやら少しゲームの復旧に時間がかかるということですので、もう少々お待ちいただければと思います。お待たせして申し訳ございません。このところで、まあ、集中力を落とさないことと、あとはやはりゲームのプランをしっかりと、まあ、自分のところで思い出しながら、時間を、まあ、過ごすことですが、新自動ピックしたアルフォード選手ちょっとニヤついてますね。まああのチャンピオンって旗から見たらすごい嫌ですけど、やってるプレイヤーは面白いですからね。自分が操作してる時の新自動最高だと思いません？あのレーニングというものを無視して敵のタワーの奥に行ってミニオンを処理して、そしてジャングルを通ってジャングルのモンスターを狩りながらレーンに戻るという、まあ単純な嫌なやつですよね。しかもあのガンクとか倒しに来たチャンピオンを投げるじゃないですか。あの投げるときにへっ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 つって投げていくじゃないですか。眼光してもらったらありがとうって思いますよね。あ、思いますね。思いますね。あ、俺のためにこんな時間を使ってくれてみたいな。新人の役割としてはそういった形で相手の注目を引きつける、ジャングラーを引きつけるのが役割ですからね。いや、なのでね、ぜひともですね、皆さん、今日の夜ソロ級はですね、新次郎プレイしないでくださいね。マッチに当たりたくありません。ダークシール積んじゃダメです。重要なのは相手の新次郎の対面のチャンピオンのウェーブクリアが遅いということがミソです。そうですね、ポピは遅い、はい、例えばここで魔王界に対して当ててしまうと、魔王界をドラントリング2つ積めば簡単にウェーブクリアできますし、ミニオンの攻撃を受けてもパッシブで体力が回復できるので、全く新次郎のプレッシャー生まれないんですよね。なんですか、ハウトゥー新次郎ですか。あのウェーブクリアの遅いチャンピオンに後で当てよう。そうですね、カウンターとしてこの場合だとポピをピックするしかないという状況で振動先出ししたというところが、やはりスカーズの、まあ、ドラフトのうまさですからね。なるほど。プロシーンでもですね、はい、魔王界に新次郎を出してしまった結果、新次郎が何もできずにという悲しいシーンを何度か見ましたから、ま、ちなみに今あの、まあ、ダークシールを積んで、まあ、ライチャスグローリーですよね、移動速度の上がるアイテムを積み、そして
あれジロットポータル、あそうジロットポータルを買って、サードアイテムで結構いろいろ選択肢としてはあると思うんですけど、クリスタルセプターを積むプレイヤーもいたりだとか積まないプレイヤーもいたりだとかするんですけど、どう思います？クリスタルセプターを買うとちょっと柔らかすぎるかなと思うんですよね。アーマーとマジックレディスの増加分がジロットポータル分しかないです。ライチャスグローリーも体力が伸びるだけですから。そして新地蔵のプレイスタイル的に敵の後方を走り抜けていってフォーカスをできるだけ引きつけるという役割であることを考えると、ある程度のタンク性能は必須ですから、相手のどのチャンピオンが育っているかで決めるべきですが、基本的には防具を買うべきかなという感じがしますね。 あとあのマスタリー気になるんですよ。巨人も一応いけますけど、死神の残り火もね、死神の残り火の毒はちょっと厄介ですからねあとあれで死神の残り火の一つの下のマスタリーで魔法ダメージの貫通 7% 取れますから、より毒のダメージ強くなりますからね。まあ、そのあたりちょっと面白いチャンピオンが出てきましたけれども、ただ、まあ、新次郎に今のところフォーカスしましたが、ラスカルジェスターとしてはですね、はい、明らかに中盤当たらない、もしくは中盤の集団戦のエンゲージの主導権を握り切るというドラフトにしてますから、それが実際行えるのかどうか、ゲーム内でということですよね。そうですね、特に20分以降の集団戦、自分たちが主導権を握って押し引きできるかどうかというのが本当に重要になってきますね。相手のエンゲージのツールというのを奪いつつ、なおかつゾーニングのが可能なチャンピオンも持ってますからね。そうなると中止になるプレイヤーは誰になるんですかね、ラスカルジェスターとして。そうですね、この場合だとやはりよりチーム5名への影響力の高いカルマを使うユキ選手だと思います。移動速度のバフを生かしてさっと引くか、そして引く判断をチーム全体で共有できるかどうかですね。先ほどだと当たりに行くのはいいんですが、アーリキャット選手はサーチ選手をずっと見ている、それをチーム全体としてちょっと共有できずに、うん、バラバラに集団戦の形になってしまっていましたよね。そこをとにかく修正する必要性があると思います。一方のスカーズはこのラスカルジェスターの構成に対して仕掛けていけるのかどうかですね。仕掛けていけるツールというものはあるんですか？ライズとスレッシュ、あとはやはり新自動になりますが、あ新自動がそうですね、走り抜ければいいわけです。走り抜ければいいわけですが、ただちょっと信頼性、エンゲージのツールの信頼性としてはちょっと低い部類ですよね。スレッシュはなんといってもスキルショット、そしてライズの場合ですね、あの距離が短い、そして新自動は相手をまず相手とかなり距離を詰めなければならない。もちろん移動速度のバフ非常に大きなものを持ってますが、あカルマがいますからね。そうですね、さらにカシオペアのミヤズマによってゾーニングされてしまう可能性がある、分断されてしまう可能性がありますから、ちょっとそこがエンゲージちゃんとできるのかというのがスカウトとしては課題になりそうですね。ただまたあの構図になるんじゃないですか、サーチのところにミッドタワー降りに行くぞって来たところを、まあ、そこを捕まえていくですから、まあ、ラスカルジェスターはそこを警戒しながら仕掛けていき、スカーズはそこを、まあ、まず相手にオブジェクトの前に集めてカウンターで一気に入っていくというところが、まあ、両チームの中盤の狙いになると思いますね。なるほど、まあ、中盤の話はかなりですよ。序盤やはりラスカルジェスターがリードを作るのではという感じがしますけどね。この段時間ではやはり修正はしてできないだろうと。ただし気になるのがアイセン選手のチャンピオンがレクサイからエリスに変わっているというところですよね。エリスも序盤非常に強力なチャンピオンではあるんですが、やはりスキルショットの精度の高さというのがどれほどのものなのかというのが鍵になりそうですね。まあ CC ですよね、身動き取れなくなるスキルが、まあ、近くに行けば発動するタイプからスキルショットになったわけですから、ここのところでアイセン選手がどれだけ序盤プレッシャーを生み出せるかどうかですね。さあそのアイセンが使うのはこのエリスジャングル、どこのレーン、ただ合わせられるレーンがないのかなというの印象も感じますが、どうでしょう、まあ
プロキシファームをする新自動のレーンにまずは行くというのもありですけどね。なるほど、プロキシするかな。レーンの、まあ、あのタワーの裏に行く、行ってファームのやり方の、ね、まあ、名称ですよね。これでエリスでも序盤コントロール取れるとなると非常に面白くなりますね。なるほど。さあ始まりました LGL2017 スプリングスプリットランドワンマッチ2ゲーム3、スカーズ VS ラスカルジェスターの試合スタートです。いやレベル1からいってほしいな。ただちょっとやはりサーチ選手に対してプレッシャーかけ続けなければなりませんからね。ミッドに行かないという選択肢はないと思いますが、あれだけガンクしてもレーンの主導権を渡さなかったプレイヤーですからね。ああ、そして今回ボットレーンでお見合いないですね。ユキ選手が先にポジションを取っていると。そしてカズ選手がイグナイトのままですね。そしてアルフォード選手はフラッシュではなくゴースト。ほう、もう駆け抜ける気満々ですね。まあでもこれが一般的なサマナースペルなんですよね。新自動のサマナースペルとしてはゴーストを持った方が強いですからね。さあそしてトップサイドスタート、まあキーストーンも気になるところですけれどもね。ダークシールもすでに積んでますね。積んでますね。これ積むと何が強いんですか。ポーションの回復量が伸びるというのが強いんですよね。そんなに回復するんですか。一つではあまり実感は湧かないですが、二つ三つと効果を重ねていくとかなり実感できますね。さあマスタリーです。お、デイワンのマスタリーもちょっと珍しいですね。エズリアルにしては相手がカルマだからですかね。ああ、なるほど。サステインのところを強化していくキーストーンにしましたね。そしてアルフォードは死神の残り、もう死神の残りのパッシュをばらまいていく、ダメージのところを出していく。ただし AP というのはダークシール分しか積まないというのが一般的ですよね。そうですね。まあでもデッドしないでキルをたくさん、もしくはアシストをたくさん取れればスタック増えますから。そうですね、スタック増えていきますね。さあまずは序盤の立ち上がりです。おお、メイ選手のルートがちょっと面白いですね。どういった点で。全てのトップサイド側のジャングルのクリップ買って最短のルートでボットサイドのスカトルのコントロールですか。いや、ガンクいきますか。いや、さすがにですね。まあここはスカトルのコントロールですか。一方のアイセンも面白いですよ。リコール入りましたよ。本来であればここアイセン選手がボットでのスカトルのコントロール取れていったはずなんですが、ちょっとこれで違和感を覚えるかもしれませんよね。そうですね、ちょっとなんでここでエリスとぶつからないんだろうとメイ選手は考えると思いますが、あのブー使ってますよ。これトップレーン狙うためだけのリコールですよ。アルフォード選手ワード置いて気づいてますが。ああ、気づきましたね。うちの可愛いポッピーをいじめるんじゃねえ。そしてここトップレーンにアイセン選手がいることが分かったというところでボットレーンガンクのセットアップ狙いますかね。いやー、どうなんでしょうか。ただ一応これでレベル4ですね。ただ時間かかりますよ。そしてノア選手ちゃんとワード置きましたね。さあプレッシャーを作る。ここはフックは届きません。かなり警戒してますね。引き気味のポジション取ってますね。あ、行きますか。ちょっと時間がかかりましたしワード置かれたというのもある程度把握してるでしょうから。さあ情報としては出ていますね。そこにアイセンもぶつかりに行く動き。これはスクライアーブルームを発動させましたが帰り道が怖い。間に合います。どうでしょう、ラスカルジェスターとしてはちょっとトップレーンに気を取られすぎてしまうとサーチ選手が育つということになりますからね。すでにもう、まあ、両者ともにリコールかけて涙を買っていますが、パースパイクとしてはやはりというか試合を動かせるプレイヤーですからどうにかして抑え込みたいですね。さあそのミッドレーン、ただ介入アイセンできるか。今リコールしています。
ダクシール2つ目ですね。まあ今両手に指輪はめてる状態ですよね。これを3つにするのか4つにするのか、それとも2つのままなのかですね。まあレボルさんは3つとそういう予想ですが、まあ、3つにするプレイヤーが結構多いという話も聞きましたからね。いや4つまでいって尖ってほしいですけどね。どれくらい本当に一つのポジションに回復するんでしょうね、そこまでいったら。まあ相当じゃないですか。だと思いますけどね。さあそしてカズとメイが早い時間帯でジャングルの中、アイセンはこの位置にいますが、ジャンプすれば面白いぞ。いた、フック、あっとここは当たりませんが、メイがバーストで落としきります。ファーストブラッターメイ、そのキューサラーにはユキと勝ち合います。ここで、レクサイの時と比べると、メイ選手の方がぐっと圧力を増していってますね。アイセン選手がちょっと序盤の影響力といったところが、過去2試合と比べると少し薄くなってますね。そしてメイ選手が逆にプレッシャーを与える形になっています。その要因は何にあるんでしょうかね。やはり、レクサイとエリスの違い。どうなんでしょう、アイセン選手がミッドに対して眼空まだいけていない、あとトップレーンのところのアルフォード選手に対して時間を使ってしまったというのも影響ありそうですね。あ、さあ3つ目です。今まで過去2試合で一度もトップレーンにアイセン選手行っていないんですが、この試合は言ってますからね。許されないんですよね。さあメインに 1v1、 今度は仕掛けたのはアイセン、フラッシュアウトですが、雲の糸で追撃、ブリンクアウトで逃げます。フラッシュインゴン、やっ、 Q が打てればですが視界外になりました。栄翔までは入っていたでしょう。フルバフのコントロール狙いますかね。ただここを挟み込みに行くつもりですか、サーチ選手。いや、近づきに来たアリキャット選手を狙ってますか。さあどっちだ、スマイトで取り切ってフラッシュイン、アーチャーも強引に仕掛ける、もうフラッシュはない。メイ少し甘えたか。さあそこにアルフォード走ってくる、レベル6です。ゴーストも使用している。さあ張り付く、痛い痛い、とんでもなく痛い。アーリキャットもカバーには入っている。サーチをゾーニングする動きだが、アイセンまずいか、あーっと回復は拾われてしまう。さあただサーチを放火している、アチャモの壁ドン、いや壁スタンがあるが、フラッシュで強引に下に逃げるが届ききる。おっとボットレーンでその間にキルが発生してますが、アルフォードの走ってきたのは、これはうまく石化のマガメ止めている。そしてアイセンは生き残っているぞ。これはアルフォード、なんとアルティメットが切れた。コクンが当たってのキル回収成功はラスカルジェスター。アチャモ体力28。ここボットレーンのところですね。おっとカズ選手がイグナイト生かして仕掛けることができましたか。ここボットレーンのところ、これでスカーズが主導権取り返せると非常に大きいですね。最終的に今の一連の流れで言うと、2キルずつの交換ですかになりますかね。ただ大きいのがアーリキャットに2キル入りましたよ。さらにサーチ選手とアルフォード選手倒されてしまったのが痛いですね。あ、レボルさんすいません、ダークシールは3つでした。ここから買い足しますかね。買い足したら面白いですが、やはりコントロールワード分が欲しいようですね。そこは冷静なんですね、新次郎。まあまあまあ、押してワードを置くというのも一つ仕事ですからね。そしてブルーバフのコントロール取り切れます。先ほどまでは敵のジャングルのバフのコントロールという点ではアイセン選手が上回っていたんですが、この試合ではメイ選手の方が先にプレッシャーかけていってますね。というよりもボットレーンの主導権でしょうかね。カズがかなり一緒に動いている印象ありますね。これは大きいですね。そしてファーストドラゴンはオーシャン、ノープレッシャーで取れそうです。すでにデイワン選手マナムで変えてますから。ああ、本当ですね。相当ボットレーンで CS は22生まれてますよ。ノアが CS55。 さあ狙いに行くアルフォード、狙いに行く、許さない、絶対に許さない。とんでもないヘイトを稼いでますね。いや、ちょっと今毒で。ちょっと危なかったですね。
ただ心の中ではありがとうですよ。だってこれでボットレーン育ってますからね。そうですよね。さらにサーチ選手が全く眼光を食らっていないのはこれだけアルフォード選手がトップレーンにアイセン選手を引きつけているからこそですからね。そしてメイがこうやってボットレーンに入っていけますから、もうボットのノア選手とユキ選手は下がらざるを得ない状況になってますから。さあユキ気づきました。これで発見はしましたが、ミッドレーンのサーチが抑えていますね。アーリキャット寄れません。ミッドに対して一度も眼光入っていない。サーチ選手1デッドこそしてますが眼光もらっていないので、より楽にミッドの主導権取ってますよね。常に取ってますね。あっと、そしてワンボイはあるか。せっかくマガスクレンズが早すぎるが、毒ダメージどうなるか。ギリギリです。お互いギリギリのライン。クレンズが早すぎる見てから後ろに向け、ね、向けるよりもクレンズを押せばいいじゃないと。その方が早いと。後ろ向く分だけクリック増やすよりもということですかね。おっとおっと、アイセンバーサスメイコくん、レッドスマイトがあるが、スカーッとついていった。蜘蛛の糸、逃げ道はありません。アローはランタンで避けます。さらに今回メイ選手が赤スマイトにしていたというのも大きかったですね。おっ おっとテレポートで来てましたよ。さあノアダウン、フラッシュはクールダウンです。アルフォードが張り付いてタワーダイブ、死神の残り身が痛いぞ。イグゾーストタワーダメージどうなるか。いや勝ち切りましたというよりも走り切りましたいやこれ一気にボットレーンから使わず作り出しましたし、さらにメイン選手が過去2試合と比べると大きなプレッシャーを生み出してますね。そうですね。もちろんアイセン選手がレクサイからエリスに変わってちょっと影響力を落としている、プレー的にもレクサイほどのキレがないというのもありますが、それ以上にアルフォード選手がプレッシャーを一心に受けているというのが大きいですよね。これによってメイ選手が動くスペースがかなり生まれていると。トップレーンにアイセンは確かに行く率が多いんですが、トップレーンのジャングルを荒らせてないですよね。あとメイこれまたしてもブルーバフを守ろうとして無理をしすぎましたよ。フラッシュアウト。おっと、カズ選手がアバク取った。プレイで取りましたよ。さらに鉄槌フック当てている。さあ前に出てボックスで閉じ込めてはいるが、デイワンにコクンが当たっている。そしてアイセンフラッシュインで無理やり持っていこうとするシーンですが、インビジブルでなんとか逃げようとするのはメイ走り切っている。ただしその間にラスカルジェスター1キル獲得。そして4人でグループアップしているが、ここからサーチが来る。 AOE ダメージ。ダメージが並んだ。なんとワード視界を置いていた。そして動かす間もなくノアまで寄っている。5人人数をかけて3キル獲得はラスカルジェスター。アーリキャット選手素晴らしい。これでミッドのファースト取りに行きますか。行ってますがちょっと難しいですかね。デイはアルティメット上がってますね。さらにエリキャリエのターンへのダメージもちょっとまだこの時間帯13分ですからね。ただ5割削りましたよ。十分ですね。おっと、この展開でグローバルゴールド全くイーブンですね。ここちょっとメイ選手が無理しすぎましたね。これで体力8割9割使ってしまいましたからね。この後のところで先にアーリキャット選手が寄っていた。ここに来てようやくですからね。ここで囲んだ形で、ここからのアーリキャット選手素晴らしかったですねパーフェクト。スキルエーションした瞬間でしょうか。オーマイガー、いらっしゃいいやちょっと互いに主導権を取り合う展開になってますが、ただしここからスカーズは強いわけですよね。チーム的にサーチ選手がよりこういった形でチームと連動して動きやすいわけですし、一方でラスカルジェスターはああいった動きをいなさなければならないわけですが、届けるか。アロークレンズフラッシュアウト。ただボットレーンでも仕掛けているのはアーチャーもコクンを当ててる。数にフォーカス浴びせている。そこにグロンプはまだ上がっていません。上がっていないよなという確認のワードでしょうか。おっとアルフォードがアルティメット発動。さあポーション飲んだぞ。ものすごい回復力を見せた
これ逃げ切れるかどうなる。アーリーキャットのバトルだ。走り切って、走り切れない。アーリーキャットランページ、ポータルで逃げ切ったが距離がまだ短いですね。レベル1のポータルです。さあラスカルジェスターにキル獲得。ちょっとスカウトとしては全体的に行動がバラバラになってしまいましたね。そしてこれでミッドのファースト破壊できると思いますよ。できますね。これはそのままドラゴンへ行きますかね。あと5秒でドラゴン湧きますから。そうですね、ドラゴンですね。これはしかもマウンテンドレイク、非常に価値の高いドレイクになりましたから。一方でスカウトとしてはカウンターでミッドのファーストタワーを破壊しに行く。アイキャット選手マナがないですし、ノア選手もマナがないですから、ちょっとミッドのファーストタワー守れますか。守れませんでしたね。すぐさま壊れましたね。さあこれで16分、グローバルゴールドではラスカルジェスターが有利を取っていますが、その差は1500ゴールド差。先ほどの集団戦のところスカウトがバラバラになってしまったのが痛かったですが、アルフコードが面白い位置ですよ。これサーチもボットレーンにいますからね。アイセンはうまく上に逃げることにしました。ちょっとですね、個人金額が気になるんですけど、ミッドレーンの差なんですよね。1400ゴールド、かなりの差になってますね。さらにジャングラーですよ。おっと、ただフック、ユキまたしてもキャッチングされてしまう。おっとテレポート来てますよ。これ挟んでますが、人数差があるとコクンからメインに当てているが、デイバンが完全にフリー。カズが体を張りますが、さあ逃げ切れるかどうか。スカーズ、アルフォードもテレポートできました。アーリーキャッチ選手が4キル3アシスト、かなりスノーボールしてますね。そうなんですよ。一方でスカーズはデイワン選手が相当ファームとキルとアシスト稼いでますね。アーリーキャットよりもゴールド持ってますね。うわー、ポータル投げられてどうしようもない。 CC がものすごい確定 CC、 そしてそこからつなげるスレッシュの CC が強力ですね。さあフラッシュで受ける。フックはアリキャットに当たるルートでした。コクーンからアルフォードは、ただし硬いか、アルティメットがただもうありません。柔らかい、硬くはない、柔らかい。まだ MR が靴の分しかないですからね。強靭のポーションは今背中で作ってる最中ですね。完成してません。ここまで来るとですね、そうですね、アーリーキャッツ選手のダメージをラスカルジェスターとしては生かしていく、一方のスカーズはデイワン選手を生かしていくという、このキャリー同士の対決になりそうですね。そこを他のメンバーがどう中断戦作り上げていくかとなると、まあ両チャンピオンを見ても集団戦なのかなというのがありますが、そういう上でやはりトップレーナーのエンゲージの仕方というのが鍵になりますよね。あとはスカーズとしてはライズのポータルを生かした先ほどのような少数戦ですね。ちょっとこうなるとサーチ選手少し動きづらいのかなという感じもしますが、どういった点で、やはりこれだけゴールドの差をつけられてしまっているとなると、やはりライズの強みとしては1対1の強さですよね。それが発揮しづらくなるのではという感じがしますが、ああなるほど、 1v1 でこのアーリーキャットに勝てない可能性が出てきているからこそと。さらには1対1のスプリットといったところもある程度見据えたピックだったと思うんですが、行えないのではと。そうですね、今デイ1を、今度はアイセン、数のフックが光ります。そしてランタンを置いてデイワンが合流。雲の糸でただ逃げ切るでしょう。その間にボットレーンへのダイブを判断しているのはラスカルジェスター。アルフォード走りきれませんね。これはただその間にタワーを取り切れそうです。アイセン仕掛けてフラッシュアウト、ドットダメージ、レッドバフがありますが、さすがにここも1対3。さあお互いやったのは同じような形ですね。ただ先にタワーに対してアプローチできるのはラスカルジェスターが、ミニオンが足りないですか。次のウェーブが間に合うか、来てはいますよ。さあそしてスカーズもミニオンウェーブは来ている。間に合いますね。間に合いましたね。マウンテンドライクの影響も一つありそうですね。そしてスカーズは降りきれません。これはラスカルジェスターが有利に運びました。こうなると
やはりまだ構図としては同じなんですが、トップレーナーの硬さがかなり違いますから、スカウトとしては集団戦を作り出すのは少し難しいですよね。そうなりますよね。そこをどうやって、まあ、少数戦でどうにかしていくというのが、まあ、今後狙いになると思いますが。ただそうなるとやはりさ、地が育っていないのが影響してくるわけですよね。そうなりますね。そうなるとかなりここの時間帯、特にこの時間帯にラスカル・ジェスターとしては重きを置いたドラフトを取ったわけですよ。特にやはり圧縮を取ったことによる、まあ、主導権、集団戦のエンゲージ作りやすいという構成ですよね。ただし、なぜか先手を取っているのはスカーズ。おっと、ただ、ついでデイワンが飛んだ。そしてサーチのダメージ、やはりアチャも耐えきれる。そしてババロロン、ンに時間を稼ぐという判断です。さあ、ポータルで逃げ切りました。ただし終わるんじゃないか。アルフォードがここにいる。テレポート、さあ、アローまで当てているが、アルフォード、さあ、この中に入っていく。ノアを投げたが、トゥルーショット、いいダメージ入ってるが、バロン獲得はなんとラスカルでした。そしてメイが取り残された。フラッシュアウト。ただし体力は全体的に有利か。スカーズキャリーがここで間に合いますが、アリキャットのマガンが入る。サーチはすぐさまクレンズですが、そのクレンズを見てアーチャモがスタンを決めている。さあ、アーチャモ、いや、これはメイが右から合流してくるが、まずは1キル取ってるのはアリキャット、そのままダブルキル。さあ、これで1、2交換、バロン獲得はラスカルジェスター。またもバロン、そして今回アーリーキャッツ選手が非常に育っていたので、バロン非常に速かったですね。さらにマウンテンドレイクの恩恵もあったような動きでしたね。さらにこれで2スタック目につながりそうですね。そのようですね。いや、ちょっと20分でバロン行かれるというのはスカーズ想定外だったようですね。というよりもラスカルでした。チャンスさえあればバロン取るんだみたいな。まあ、実際構成的にも行いやすかったというのはあると思います。カシオペアはバロンのコントロール非常に得意ですから、DPS かなり高いですしね。さらにはマウンテンドレイクも先ほど取っていたというところで、非常に判断が素早いですし、これでスカーズ仕掛けづらくなりますね。さあ、リプレイです。結局アチャモ選手倒されなかったですからね。ここからカシオペアがバロンコントロールに参加してからの狩る速度の速さですよ。これはさすがにどうしようもなかったですね。なんでここからアーリーキャッツ選手の集団戦のプレーが見事でしたね。キャリー2人キャリー2人ですね。止めてますからね。そして一番怖いデイワン選手をスタンで止めていますから、素晴らしい働き見せてますね。さあ、そしてバロンを生かしてトップのインナータワーを獲得、これはしますね。問題はここですが、行きますか。やはりここでカシオペアのゾーニング怖いと思いますが、おっと、フック、ユキに当たっています。それにフレイ、あるほど前に出て投げれるか。いや、アローで止められた。そしてフォーカス浴びて、やはり柔らかい。さあ、その間にインヒビタータワー獲得はラスカルでした。インヒビターまでこれはつながりそうです。もう一度カズが横からフックを狙っている。アーリキャットのライフは低いですが、ここはうまくミニオンを挟んで避けます。さあ、インヒビター獲得はラスカルでした。大きなアドバンテージを作りましたね。ここで一旦リコールして体力を回復させてからミッド、そしてボットへと、ミッドのセカンドタワーを狙っていくというところがラスカルジェスタの次の動きになると思いますね。アイセンだけバロンバフないんでリコールが 一人遅いですね。さあ、そしてラスカルジェスタ、作戦通りというべきなんでしょうか。ここまでサーチに仕事をさせてませんよ。ミッドにガンクしない方がいいんですかね。あ、なるほど。いや、ただしっかりと抑え込んでいるサイス選手がいないところで集団戦、少数戦を行うことで彼をゲームから除外してますよね。そうですね。そして先手も取れる構成ですから。ここから先にボットを押してからミッドに行きますかね。ミッドレーンを、そろそろデポートの上がるアチャモ選手に押させてということですかね。そしてそこにカズも待っていますが、鷹が強い。そしてスクライアブルームでの視界のコントロールですね。さあ、トラップを張りたかったスカーズですが。
確実にラスカルデスは視界を潰し、そして自分たちの視界をこれは植えます。その上で2つのレーンを押して相手が人数かけてない方に行くのか。ただそろそろバロンバフ、あ、もう切れてますね。切れてますね。ボットにローテンションするようですね。ミッドにテレポートながったアチャモ選手を置き、ボットレーンに他の4名を置くという形ですね。スカーズとしては数がかなりキャッチング狙ってるんですけど、やはり当たる手段薄いですね。薄いということでキャッチングできませんね。さらにラスカイエスタもしっかりとワードを置いてますから、捕まる危険性というのを抑えてますよね。あとミニオンも貯めてますか。これわざと貯めてますね。次のウェーブを同時に当てたかったんでしょうが、というよりもこれタイミング測りましたか。ボッテン処理させてる間にミッドのセカンドタワーですか。そうですね、ノアが今このタイミングで合流します。そしてレッドバフがあります。アローで今当てたがサッシュ、素晴らしいですね。今のところアイゼン選手が CC チェーン狙ってましたから。これが本当になんて言うんでしょう、新しいプレイヤーが混ざり合ったラスカルジェスターなんですか。ちょっと強いですよね。5名中3名が変わり、なおかつ残りの2名ロールチェンジしてるわけですから、いや我々驚かせてくれますね。強いですね。そういったその CS から上がってきたチームにありがちな、そういったオブジェクトのコントロールや視界のコントロールの雑さというのがないですね。ないですよね。丁寧なんですよね。本当に素晴らしいですね。さあただしスカーズとしてもグローバルゴールドはまだ3700ゴールド差。ただし育っているのがデイワン選手ただ一人。あ、一応メイン選手も6キロ持っていますから育ってはいますか。そうですね、切り回収という役割ですから、この2人を生かした集団戦をどう行うかというのが重要になってきますね。サーチ選手は単独で状況を破壊できるポテンシャルを持ったプレイヤーではあるんですが、ここまでちょっとゴールドスターが生まれてしまうと厳しいですよね。さあアローはブリンクで避けています。サッシュはちなみにクールダウンでしたから当たっていれば危なかったです。どうでしょう、サーチ選手の装備が整うまでスカーズは我慢するという選択肢もありますね。ただ次バロンまであと13秒。これもう触った方がというようなシーンでもありますよ。しかもラスカジェスタ、まあ、このドラゴンのコントロールを使うとしては難しいので仕方がないですが、マウンテンドレイクをラスカジェスタすでに2つ持っていてカシオペアがいるのでバロンのコントロールに集中せざるを得ないですね。スカーズは開けてしまうと先ほどのようにスニークバロンで一瞬にしてバロンのバフを奪われてしまうと。ああ、ただインヒビターが復活しそうですよ。ここでなんとか耐えきれるかどうかですね。これでサーチ選手がセラフ完成しましたね。ああしましたね。これでは集団戦のダメージはかなり期待できると思うのですが、おっとさあテレポート、いやただこれ気づいてますよ、気づいてますよラスカルデスター。アチャモもテレポート、いやお互いキャンセルか、これは、いやアルフォードはテレポートしたがアチャモもキャンセルした。いやしかし仕掛けられませんか、エンゲージ手段がないか。サーチフラッシュインで強引にいった。さあそこにリレンプション、これはスカーズのですね回復します。ただしここはまたしてもプラントによって逃げ切るバロンは起こしたが、そこにアーチャも合流成功。さあ挟み込んだのはラスカルジェスターです。デイはアーとバロンのダメージがかなり入っている、ヒールを使用します。アーリカットは孤立はしているがフォーカスできない、フォーカスできない。スカーズさあ完全に分断されている、まだ強気に前に出る。さらにはこれはリデンプションはんちょっと位置が微妙なラインに入りましたが、ただし今度はアルフォードはダウン、さらにはブルーバフ、アイセン、ガーディアンエンジェルがあります。さらにアチモは前に出る、デイワンとメイが生き残ってはいます。そこに勝つ合流ランタンでシールドを付与、ただしノアも前に出るぞ。インヒビターがこれは壊されてしまうか、ロングチェイスです。しかしラスカルジェスターが返しましたね。
サーチ選手がフラッシュインしてゴーインにアリキャッツ選手を捕まえに行ったんですが、アリキャッツ選手もクレンズの反応が非常に早かったですね。あ、気づいてますがリコールした後ですか。ここでボットレーンをとりあえずプッシュ返してまたバロンへと戻っていくということになると思いますが、すでにメイ選手とカズ選手がトップサイドのところを位置していますか。思わぬウェーブを押す余裕があると考えますかね。ただいずれにせよちょっとスカーズ苦しい流れが続いてますね。一方のラスカージェスターとしてはここでバロンバフを取れば一気に押し切れるという流れになってますね。テレポートはキャンセルしたので時間的な猶予はラスカルジェスターの方が持っていますが、ラッシュしますか。まだ触っていません。アローを狙っているか。アロー、とここはアルフォード避けました。さあただし下からコクーン、アルティメットはもう使用しているといい宮妻。いやー囲まれてはさすがに無理。アーリキャットはレジェンダリーコール。このままバロンへとラッシュするわけですが、それでもちょっとリスクはありますよね。なんといってもエズリアルが不利になりやすいですから。さあチームを救えるかサーチ、そしてデイワン。カズのフックはこれは空を切ります。さあもう一度バロンリデンプションがかかっているところ、ボックスでさあ出さないという動きになっている。バロン獲得はラスカルです。さあそこからのチェイスになる。カズにまずフォーカスを決めている。そして雲の糸、サーチはポータルでなんとかして逃げたいが絶対で止められてしまう。ソラリのシールド関係ない。いやソラリではないか。さあさらにはアイセン追撃、デイワンをなんとか生存することに成功しました。フラッシュインフラッシュアウト。おっとアリキャットまでフラッシュイン。ブリンクはさすがに上がります。このままエンドイット狙ってますか。ああ、なるほど、トップビッグウェブできてますからね。さあスカーズ負けたくない。アローはいやー、ただデイワンに CC が入った。スタンが決まっている。アルフォードダウン、さらにはアイセン追撃、デイワンダウン、さらにはメイもダウンしてエース獲得。ラスカルジェスター、 LGL2017 スプリングスピリットラウンド1マッチ2、勝利したのはラスカルジェスターとなりました。いやすごいですね。下馬評を覆しましたか。まさかスカーズにここまで、そして内容的にも非常に優れた内容で勝つとはちょっと予測できませんでしたね。32分戦ってサーチがなんと0キル。完全にサーチ以外のところで動かしましたね。一方でアーリキャット選手は10キル0デッド9アシスト全く対照的なミッドレーンの結果になりましたが、そうですね、本当に素晴らしかったですね。さらに、まあ、1戦目2戦目レクサイというチャンピオンでミッドレーンに対してプレッシャーを与えていた。3戦目はエリスでミッドレーンにあまりプレッシャーをかけられなかった。かけなかったのかかけられなかったのかちょっと分かりませんが、トップレーンに引き寄せられてしまった中で、さらにメイ選手スカーズのジャングラーがかなり動ける状況だったんですが、それでもラスカルジェスターがしっかりと返していった。素晴らしいですね。やはりキャッチングエンゲージ、いわゆる集団戦を仕掛ける手段がちょっと薄かった。途中まではブッシュに隠れて、アンブッシュからのピックアップという流れを何度か作っていましたが、中盤以降集団戦のきっかけというのをやはり作り出せませんでしたよね。さあ一方のラスカルジェスター、これはただドラフトの勝利というか、そしてそれをゲーム内に反映させたチーム全体の勝利ですよね。そうなりますね。やはりアーリキャッツ選手元チームメンバーというところでデイワン選手やサーチ選手と肩を叩き合っているシーンもありましたが、どうでしょう、彼からするとしてやったりなんですかねいやそうでしょう。実際素晴らしいプレー見せていましたし、バロン前でのキャリー2人へのマーカーを当てたりだとか、あとはやはり要所要所でしっかりとサーチ選手をしっかりと潰していたし、デイワン選手に対してもプレッシャーになっていましたからね。あとはドラフトの組み立て本当に素晴らしかったですね。
さあそのプレイオブザマッチアーリキャット38ですよまあそうですね、ゼロデッドなんで、ゼロデッドの場合は KDA が2倍になるんですよね。1試合目2試合目とも苦しみましたが、重要な本当に勝敗を決定する3試合目であれだけのパフォーマンスを見せてくれましたからね。ゲーム1 2.0、 ゲーム2 1.3、 ゲーム3 38、 あの点を打つ場所間違えたのかなっていう感じが 3.8 じゃないのみたいないや本当に素晴らしかったですね。しかも尻上がりなんですね。こうやって見るとキル関与率も 30%72.7%82.6% と。そして同じチャンピオンライツカシオペア、この試合では結局ライツとカシオペアというところにチャンピオンしか2種類のチャンピオンしか使えませんでしたが、しっかりと結果を出しましたね。もうエコーだけではないんだよということなんでしょうね。さあそれではですね、勝利した、ラスカルジェスターのミッドレーナー、その、アーリキャット選手へのインタビューがどうやら準備できているようですので、インタビューアーのカツリオンさんお願いいたします。さあそれでは見事勝利したラスカルジェスターからアーリキャット選手にインタビューを行いたいと思います。よろしくお願いします。さあそれではまず LGL2017 初戦です。チームも変わりました。そしてチーム内で唯一のプロ経験者ということで立場も変わったと思うんですが、初戦どうでしたか？やはり以前所属していたチームが初戦ということもありとても緊張しました。カメラを見ていてももうチーム全体でちょっともう表情がこわばっちゃって緊張してるように見ましたけど、なんかこう経験者としてみんなに声をかけたりはしたんですか？いやもうみんなそこまで緊張してるという、まあ、声かけはしたんですけど、みんな緊張してない緊張してないと、まあ、おっしゃっていたのですが、まあ、緊張してるだろうと思いつつ、僕は普段通り普段の練習通り発言、そうです、まあ、世間話みたいな感じも話して緊張ほぐれるかなというふうには意識しました。なるほど、プロプレイヤーの先輩として味方の緊張ほぐしてあげたということですね。それちょっとゲーム展開入っていきたいんですが、ドラフトのところでゲーム1はレンガ、そしてゲーム2ではカミールと世界的に OP と言われているチャンピオンを余らせるドラフトをしたんですが、あれはどういう意図だったんですか？そうですね、まずファーストゲームをレンガ余らせたというのは相手のジャングラーでレンガを使えるという情報が全くなかったので、それで余らせて取らせてもいいという認識でファースト時はレンガを番せず開けました。でセカンドゲームのカミールは、まあ、僕たちの認識の甘さだったんですけど、正直カミールいけるだろうみたいな、レーンではまあ大丈夫っていう、まあ、トップレーナーのレーンは大丈夫みたいな感じだったんで、まあ、大丈夫だろうっていう軽い考えでやってしまいました、ね、本当にやってしまいました。実際に戦ってみた、率直な感想をちょっと簡単にでいいので教えていただいていいですか？その全体ゲームを通してですか？あのカミールですね。そうですね、やはり僕の使っていたキャラがブリンクもなくカシオピアという DPS を出し続けないといけないキャラなので、まあ、CC もらったらそのまま死んでしまうというキャラに対しての、まあ、カミールが出てきて、まあ、僕自身本当に何もできずキル集まったのにという苦しい展開でした。なるほど、カミールはダメだということで、そしてですね、あのゲーム1、2と常にミッドレーナーのサーチを警戒した作戦をラスカルジェスタ取っていたように見えたんですけれども、あれはどういう作戦だったんでしょう？そうですね、やはり以前、まあ、コーチがですが RJ の時にサーチにやられて落とされたという苦い経験もありまして、警戒するのはミッドだミッドだという散々僕たちも言われ続けたので、まあ、それについてどうこう考えたっていうことはないんですけど、それが自然と行動として出たのかなと思います。なるほど、ただゲーム3はアーリキャット選手から逆に相手のジャングルに入っていくような動いていく動きがあったんですけれども、あれはゲーム3に来て何か考えを変えたんですか？そうですね、まずセカンドゲームとサードゲームがマッチアップ同じだったので、まあ、セカンドゲームも結構レーンフェーズの時には有利を取れたので、まあ、サードゲームも同じ感じで進んだ、まあ、有利取れるだろうなという考えはありました。それをまあ伝えていたので、それがジャングラーの行動に現れたと思います。なるほど、そして CS の時も僕もキャスターして見ていたんですけれども、オブジェクトに対する判断、まあ、今日スニークバロンが2回ありましたが、素晴らしい判断能力がずっとこう向上しているというか、随分変わったなという印象があったんです。これは何がラスカルジェスターの中で変わったんでしょうか？そうですね、
タワーのオブジェクトに対しての認識はまだとても甘いところがあるのですが、バロンのオブジェクトは本当にそれだけは気をつけて気をつけてってやってきたので、その練習がここで実を結んだと思います。それはリールベルトコーチからの指導だったということでいいんでしょうか。もありますし、僕たちがバロンで失敗して負けるというゲームがとても多かったので、まあそれが功を成したということです。苦い思い出を乗り越えるためにもということですね。そしてそれでは最後に、今期の LJL2017 にスプリングスプリット、どんなシーズンにしたいですか。そうですね、新しく CS から上がったチームということもあり、前回も経験したのですが、最初のスタートよくいい感じに始めることができたので、このまま勝ち続けて良いスタートを切りたいと思います。ありがとうございます。見事勝利したラスカルジェスターからアーリキャット選手にインタビューいただきました。それではキャスター席にお返しいたします。インタビュアーの勝野さん、ありがとうございました。いやー、バロンは苦い経験だったということですけれども、あなたたちの武器なんじゃないですかね。もうそうですね、まあ、各チーム今後を警戒するということになりますよね。あとはやはりスカーズのサーチ選手に CS の入れ替え戦で叩き落とされた経験があると、ちょっと頭から抜けてましたね。確かにそういったマッチアップでしたからね。しかもコーチが現役の時ですからね嫌な思い出は残ってるでしょうね。ただこれでやり返しましたから、その分はまあ払拭できたでしょうね。そう言えると思いますね。さらにゲーム内容も非常に素晴らしかったですからね。さあ、まあ大金星と言えますよね。言えると思います。勝ち上がったチームが初戦勝ったのはこれ初めて、4年目にして初ですよね。 CS の入れ替え戦から勝ち上がって開幕戦で勝利を取ったというのはラスカルジェスターが初めて、やはり名門なんだなというのもありつつ、非常に今後は注目しなければならないチームなのかなという感じもしますよね。なるほど。さあ、そしてですね、この後はですね、一旦インターバルを挟んだ後、マッチ3のセブンセブン VS アンソールドスタッフゲーミングの模様を、お届けいたします。それでは一旦失礼いたします。